界から永久追放のピート・ローズが違法賭博騒動に本音。水原氏の違法賭博疑惑。この一連の騒動についてピート・ローズ氏が発言。ピート・ローズ氏は野球賭博を行ったことで球界から永久処分されている。ローズ氏はかつて MLB と NFL でプレーしたジョシュ・グーティー氏の SNS で公開された動画の中で水原氏の騒動に対して、70年代80年代に俺にも通訳がいれば無罪放免だったのにね、と大谷選手を皮肉るような発言をしていました。この発言はおそらく大谷選手が水原氏に対して責任を押し付けているのではないかという意味で言われているように思われる。ピート・ローズ氏は通算4256安打の記憶を持っていながらも野球賭博で永久追放。何度もメジャー復帰を望んだが却下されたと言われている。大谷選手は26日の声明発表の中では賭博には全く関与してないと発言。しかしどのようにして水原氏が無断送金をしたのかなど謎だ。大谷選